はい、次です、えー。物体の運動を表すにはグラフが便利です、えー。ここでは運動とグラフの関係について考えていきましょう。まず、速度を考える、えー、運動か、運動を考えるとき、3要素としては、えー、まずは時刻。図 t で表しますね。あとは変異。元の場所からどんだけ変化したか。えー、x としておきましょう。あとは速度、えー。v。この3要素があります。この3要素を、 グラフで表します3ついっぺん無理だよね。ですから、3ついっぺんが無理なので、x と t の関係を考えた xt グラフや、速度と時刻、v と t の関係を考えた vt グラフなどで表します。でここでは等速直線運動に絞って、まずは見てみましょう。まずは xt グラフから。 横軸を t にするのが普通です。えー、で、等速直線度。えー、と、同じ速度で進むので、えー、変異は比例関係。時間と比例関係になりますね。こういう形になります。傾きはわかんないよ。こうかもしれないし、こうかもしれないし。で、vt グラフ。横軸が t で、縦軸が v。えー、等速運動なので速度一定ですね。で、角度がこう平らになります。 で、ここが大事でね、このね、VTXT グラフの方、変異と時刻の、変異と時刻の関係を表したグラフで、もう一つのこの速度ね、速度はこのグラフの中で、これね、傾きとして現れているえ。グラフの傾き。 グラフの傾き、例えば、ここからここ、どっからどこへ取っても、これ分の X、あ、T の増加量分の X の増加量。まあ、いつもの考え方、X の増加量分のとは違うけど、これの増、これ分のこれだから変化の割合のことだよね。変化の割合がそのまま速度だから、グラフの傾きが速度として現れます。で、VT グラフの方では、一方こっちでは、例えば T がここら辺からここら辺の間の移動距離。 変異と言ってもいいでしょうね、えー。時間かける速さになるので、ここのところのが道のり、えー、変異を表します。えー、VT グラフでは、この面積が、あ、具体的なところはまた見てくるのよね。面積が距離、えー、変異か、変異を表します。ねこれは等速直線運動の時に限らず、限らず、まあ、いろんな運動があるんでね、例えば、VT グラフの方からいくかな。 VT グラフ、えっ、ー、と、速度が上がったり下がったり、こんな運動ももちろんあるんだよね。ですが、例えばこの時間帯からこの時間帯までの移動距離は、この面積で <laughs> 表せます。で、同じように XT グラフでも、えー、T でこっち X。 あっち行ったり、こっち行ったりする運動はありますよね。こういう感じになりますが、例えば、ここからここまでの平均の速度だったら、この直線の傾きで表せますし、この瞬間の、この瞬間の瞬間の速度だったら、この傾き、この接線の傾きで表せます。こういうふうに、この3要素をね、まずこの3要素があるってことを意識すると、ここら辺は押さえやすいと思います。